はい、どうも、えー、<laughs> これ最初の撮影なんですけどねこれですあのー、今日今日はセブンイレブンに行ってですねあのー、受け取りで、あのー、荷物持ってきましたちっちゃいやつですね手のひらサイズのですねでこの中にですねあのー、買ったレンズヤフオクで落札したレンズが入ってますので、ね、開封していきたいと思います あのー、固定するやつがないので、あのー、何 <laughs> これ、ひたすらね、あのー、多分ん、ぶつ切りになった動画になっちゃうかもしれない。よろしくお願いします。ご視聴ください。はい。えー、ということで、上のね、シール剥がしました。それが今、こんな状態ですね。これ、何の箱だか分かんないですけどね。広告入ってますね。開けちゃいますね。早速ですけどね。いや、梱包丁寧ですね。 ありがたい限りカメラとかねその精密機器すぐ壊れちゃうんでね開けちゃいますねもうこれね片手で開けるしかないのであのー、あれなんですけどこんな感じですねスタンドは必須ですねこれねちょっとこう今後スタンドを買いたいんですけどま,またこれあの開ける感もあるんでね動画の方切れちゃうんですけど後で編集して開いてそうですね <laughs> ひどいなこれ では開けてから行きましょう <laughs> はいこれですねこんな感じであのまだ実体が見えませんねちょっともう一回行きましょうかねはい開けましたまあこんな感じですねこれすごいですねでっかいもうこんなでっかいレンズをなかなかあんまりねレンズくるくるやると顔が映っちゃうんであれなんですけどすごいですねなかなか綺麗な個体ですね どうなってるんですかねカチャってちゃんとシャッター切れるのかなどこでどう、どうなってるのかまだね、触って最初なんでわかんないですけど、まあ、これでうまくできるんでしょうね。これ実装してみましょうかね。早速ね。はい。はい。これがですね、えー、っと、今、今届いたやつ。えー、何これ間宮の。 セコール読み方わかんですね間宮セコールなんちゃらなんちゃらですね1 0 5ミリとかですかねでこちらですねあのー、私がですね、えー、探しに探してジャンクで買った間宮、えー、<laughs> のフレックスカメラですね色塗っちゃいましたこのね鮮やかな色にしてちょっとこう深海色というか空色というかねやってもカメラ絶対映っちゃいます、ね、中のレンズねこれに装着したいと思います はい装着しました、これね、装着過程を見せないと何にも面白くないんですけど、<laughs> 横の、えー、ロックアンロックレバーをですね、ここですね、つまみを回すとですね、あのここのね、上のとこのバーが自由になるので、外して、中にはめ込むだけですね、止まってるの下と、このね、上だけですね。 すすごいシンプルなな作りなんですけどねこれでいいはずです、ね、これでいけるのかな <laughs> っていのかまあ多分いい,いいんだと思うんだけどね一応ね速度がね500分の1まで出るのかなまあちょっとこうこ広角気味な感じでねいいレンズらしいですけどねカチャってなるかやってみましょうかねこれですねここがどうやらシャッターの ガチャッと貯めて横のボタンでえーっとこれかなこれ今開いてますね見づらいけど反応してますねやったねできたできたこれはね固着っていうあのちょっとねシャッターが固まってるんですけどあのー うまく直せば全然使えるやつです、ね、はいちょっと今反射防止に隠してましたけどはいこんな感じで、えー、一応完成間宮のフレックスがレストアできましたっていうとこですねこれどうですかね見栄えこれ持ってあるって言ったら結構目立つよね街中でね 街中で撮らないでほしいっていうね、発想だけど、まあ、でもこう結構麗にあに塗装もしたので、これでね、なんかこう景色撮れたらいいなーなんて思ってます。またこのね、レンズの修理動画なんかを作ったらいいかなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではではまたまた。バイバイ。